怠け者健康ビアチャンネルの星川です。今日もよろしくお願いいたします。まずは正座のつま先状態で準備しましょう。はい、ではまたお腹をつまんでいきます。つまんでウエストを細くしていきましょう。はい、ではまず一つ目ですね。まずはお腹周りのお肉をつまんでいきます。前、脇腹、腰付近をつまんでいきましょう。まずは全体につまんでいきますね。1分を行います。せーの、スタート。前から腰まで細かくつまみましょう。つまんでいくと最初は硬かったところがつまみやすくなっていきます。つまみやすくなることで後のつまみが楽になっていきます。残り30秒です。こうやってつまんでみるとつかめるところとつかみにくいところがあります。それを確認してもらってつまみにくいところを確認しましょう。残り10秒です。どんどんつまんで柔らかくしていきましょう。あともうちょっと、どんどんつまみましょう。はい、OK。 はい、では2つ目ですね。前のお腹をつまんでください。そしてつまんだまま体を回します。時計回りと反時計回りに回りましょう。1分行います。せーの、スタート。前のお腹をつまんで体を回します。時計回りと反時計回りに回っていきましょう。お腹をつまむ場所を変えながらつまみます。どんどん回しましょう。だんだん動かしやすくなっていきます。残り30秒です。慣れてきたらつまむところを多くつまんで動かしましょう。動かしやすくなってきましたか？残り10秒です。あと少しぐるぐる回していきましょう。あともう少し、どんどん回しましょう。OK。 はい、では3つ目ですね。脇腹をつまんでつまんだ反対側に倒しましょう。30秒つまんだら反対側をつまんで倒します。では1分行いましょう。せーの、スタート。まずは右側をつまんで倒しましょう。つまんだまま左側に倒します。やっていくと左右差があるかと思います。特につまみにくいところをつまみましょう。残り30秒です。このまま左をつまみましょう。左右差がありますか？どんどん倒していきましょうね。残り10秒です。
最後までつまんでよく倒していきましょう。あともうちょっとどんどん倒していきましょう。はい、 OK。 では最後の4つ目ですね。腰肉をつまみましょう。そしてつまんだまま前に倒します。お辞儀をするように倒していきましょう。指は途中で離れても大丈夫。1本行います。せーの、スタート。つまんでお辞儀をしましょう。つまんでお辞儀をするとつまんでる手が離れるかと思います。それで OK です。離れるところまででお辞儀をしてみてください。残り30秒です。やっているとお辞儀をしやすくなっていきます。腰が辛い方も皮膚が硬いせいで腰痛を引き起こしている可能性がありますので、この筋膜リリースを行うと痛みがマシになります。残り10秒です。あともうちょっと終わります。最後までつまんでお辞儀をしていきましょう。あともうちょっと、頑張れ頑張れ。 OK、 お疲れ様でした。では体の動きをチェックしてみてください。最初動かした時より確実に動きが良くなっているはずです。最後まで見逃しないようにしてくださいね。動画を見ていただいている皆さんが今日一日最高な日になりますように。今回の動画が良かったなと思った方はぜひですね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントではご登録いただくと症状、お悩み別動画をプレゼントしています。動画の説明欄から LINE 公式アカウントをポチッと押していただいて登録お願いします。では動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。